ゲストにお話を伺います。この時間はマネックス証券の吉田久志さんです。吉田さん、こんばんは。はい、こんばんは、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ今日のテーマは CPI 発表後の米ドル急騰について、そして日本の円安阻止介入のシナリオということでお話を伺います。吉田さん、よろしくお願いします。渡辺です。はい、よろしくお願いします。タイトルの通り今週は CPI とそれからレートチェックの話でだいぶ為替市場の方が急動位というんですかね、盛り上がっている週でありますが、まず CPI からですけど、これ CPI 発表されて3円ぐらい上行きましたですかね。そうですよね。本当に今の CPI って前世紀の雇用統計総額、ね、前世紀の雇用統計、そうですね、はい、雇用統計ご存じの通り NFP が予想よりも良ければ、まずは目つぶって買いみたいな、はい、そうですね、悪ければ目つぶって売りみたいな感じで2、3億っていうのが本当の前世紀でしたよね。はい、今まさに、ね、CPI ってそんな感じになってて、先月って覚えてらっしゃるかもしれませんけれども2円下がってるんですね。 2円でしたか先月、はいはい、で2円下がってるんですね。で今月はこんな感じで3円上がってみたいな感じで、とにかくすごく大きいですよね。これ、前世紀の雇用統計並みの動きなんですけど、やっぱりこれインフレとか物価っていうのが最大のテーマということなんでしょうね。これはそうですね。インフレ対策、今アメリカは言うまでもなくインフレ対策の利上げ政策っていうことをこう続けてるわけですけれども、はい、僕ずっとこの番組でお話してるみたいにドル円がやっぱり今そのアメリカの利上げとかなりその相関性の高い状況がずっと続いているので、はい、そうすると CPI の結果を受けてこういうぐらいにねボラティリティが急騰するっていうのは理屈には合ってると思うんですよね。そうですね。今回の場合も CPI の発表前後で何が変わったかっていうと、やっぱりアメリカの利上げ見通しが変わりましたよね。はい、大きく言えば2つで、1つは来週21日に9月の FOMC 予定されていますけれども、CPI の発表までは 0.5% か 0.75% かどっちの利上げ発表になるかだったところが、はいはい、CPI の発表後はですね、もう 0.75% は間違いなく、場合によっては 1% かもしれないみたいになりました、ね、はい、だから大きくやっぱり利上げ見通しが情報修正されて、でそれとともに利上げが最終的に FF レートを最終的にどこまで上がるかっていうところについても、はい、これまでは基本は4% までかなっていうところだったと思うんですけれども、それがもう 4% 以上、そうですね、4.5 とかっていう数字も多くなってきてますね、だいぶ。そうなんですよね、はい、それも CPI 発表後にこう大きく変化した動きだと思いますので、ずっと話してるみたいに結局その辺がね、ドル円相場にはかなり影響が大きいし、で、こういう CPI の結果見るまでもなく、この間僕も随分その40年前のインフレ局面との、はい、比較ということでご説明してきましたけれども、はい、今がまさに40年ぶりのアメリカインフレ局面にあるわけですけれども、じゃあその40年前のインフレ局面どうだったかというと、この表を使って先週も先々週もずっとご説明してますけれども、インフレがピークアウトしてもなかなかやっぱりインフレ率が顕著に下がるまでには時間かかるわけですよね。はい、この時だったら14、15% ぐらいで消費者物価の対前年比上昇率ってピークアウトするんですけれども、はい、10% 以下に、その上昇率が下回るまで1年以上とかかるわけですね。はい、でそれはボルカーの当時の FRB 議長ボルカーの失敗っていうのも僕はあったっていうふうに思ってますけれども、一旦すぐに利上げやめちゃったりとかしたところがね、なかったと思うので、この辺の失敗の反省も踏まえて今回パウエルはもう大幅利上げをずっと続けていくというつもりでいると思うんですけれども、はい、それにしてもやっぱりインフレがピークアウトするとすぐに株も上がったりとかするし、はい、株が上がるとなかなかそれは資産効果を通じて消費者心理が改善して、はい、逆にねインフレの是正の障害になったりとかするんでしょうから、なかなかやっぱり一筋縄でどん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 インフレが是正に向かうということにならないとなれば、
大幅利上げっていうのを続けざるを得ない。うん、ここにあるみたいに SS レート今 CPI の発表の後はもうさっきおっしゃったみたいに 4.25 とか 4.5% まで引き上げられるんじゃないかって見通しになってきてますよね。はい、でそんなしあの SS レートに当然ながらアメリカの短期とか中期の金利、うん、ここでは2年債利回りやってますけれども、そういう FS レートを参考にして動くわけですから、はい、FS レートが 4% を大きく超えてね引き上げられる見通しになってくると、うん、2年債利回りなんかも 4% を大きく超えていく可能性が出てきてるわけですよね。はい、そんな2年債利回りとドル円がこの数ヶ月はどこなぐらいにね、かなり高い相関関係で続いてきているので、はい、あのグラフを見ると年債利回りが今話したみたいに 4.5% に向かうとかって話になってくると、はい、ドル円も145円を大きく超えて150円に向かう、うん、すなわち1998年の24年前のドルの高値って147円台なわけですけれども、はい、それを更新していく可能性が CPI の発表の後からこう出てきたということになるんでしょうね。うんまあ、その CPI が今週もう一つで、昨日日銀がレートチェックしたって言ってメディアが騒いでますけども、これどうご覧になられてますか？そうですよね。もともと先週、8日ですね、8日に、はい、財務省と日銀と金融庁の三者会合があって、はい、円安を牽制していたわけですし、うん、でその中で先週のこの番組でも僕言ったと思うんですけれども、うん、神田財務官が為替政策の責任者ですよね、はい、神田さんがもう為替市場においてねしっかり対応していく必要があると思うっていうふうなことを言って、三者会合っていうのは実は3ヶ月前にもあって 6月にもあったんですけれども、その時には共同声明発表してて、うん、その共同声明を改めて見直すと、今神田財務官がお話したような文脈に近い表現というのは、うん、あくまでもマーケットを注視しながら適切に対応していくという具合に、はい、為替市場において適切に対応していくというと、うん、素直に読むとまさに介入じゃないですか。そうですね、はい、その表現って3ヶ月前 6月の共同声明ではないんですね、うん、で今回 の神田財務官の記者会見の中ではその表現があったことからすると、先週の番組でも言ったみたいに、はい、財務省としてはもう為替介入結構確保している可能性があるなっていう、うん、感じていた中で CPI を受けて、これいよいよ25年ぶりのドルの高値更新の可能性も出てきたとなるとですね、介入の準備に、ね、入ったというふうなことは、はい、おかしくはないのかなって気がしますよ。うん、鈴木財務大臣もやるときは瞬時に間髪を入れずにやると言ってますが、ちょっと長い目で見てみますと、こちらですね、ドル円が5年移動平均線からどれだけ乖離したかと、これはドル円がこうあまりにも5年移動平均線から乖離すると介入をしてきたという歴史になるわけですかね。そういうことですよね。過去5年の平均値から大きく乖離するということは一定期間内の動きが急すぎるということになりますよね。はい、で今は丸つけていますけれども、うん、足元では5年移動平均線をもう3割近く上回ってきているわけですよね。はい、これ1980年以降でご覧いただいていますけれども、うん、少なくとも財務省が1991年以降で為替の、うん、介入の実績を公表しているんですが、はい、そこで1990年以降で足元のように5年線をプラスマイナス2割以上乖離した、うん、要するに一定期間内の動きが急すぎたものっていうのは近くで起こってますけれども4回あるんですよね。はい、うん、でこの4回のうち3回は赤とか緑 の丸印つけていますけれども、はい、プラスマイナス2割を超える前から介入を始めてるわけですよ。はい、うん、唯一例外が2015年のケースで、はい、まさにアベノミクスの円安ピークっていうところですよね。そうですね、2015年、はい、ここだけはご覧の通り
介入ないまんまでドル高円安は終わるわけですけれども、この時は、まあ、アベノミクスの円安ということで円安と株高が並行して円安批判というのがほとんどないような状況だったわけです、うん、はい、介入しなかったのもあまり不自然じゃないと思うんですけれども、うん、それ以外はこういう具合に過去5年の平均値をプラスマイナス2割以上乖離する動きっていうのはほとんど介入してるわけですよね、はい、うん、今回なんて特に悪い円安っていう批判はもう130円ぐらいの時からずっとこうあるわけですから、はい、僕はこれまでのところでも介入してても全然おかしくないなと思ったけれど、うん、思ったんですけれども、うん、まあなかなかタイミングが合わなかったみたいな感じでここでしちゃった、うん、で、まあその円を買うのか円を売るのかって、まあ、介入は両側からあるわけですけど、これいわゆる財務省が公表している外国為替並行操作、いわゆる介入、これまで最後にやったのってもう10年以上前民主党政権の頃でしたもんね。そうなんですね、2011年の11月4日っていうのがこれまでの最後の介入になるので、ですからちなみにね今回介入やるとすると10年ぶりの為替介入と、はい、いうことになるわけですけれども、うん、でこの局面っていうのは円高局面、はい、2011年の10月31日に1ドル75円までドル安円高が進むわけですよね、うん、はい、そんな円高阻止局面になるんですけれども、これまでのところのドルのヒストリカルロー、75円をつけた2011年10月31日に行われた介入っていうのは、はい、兆円なんですね、1日でね、うん、はい、これってもう飛び抜けて大きいんですけれども、はい、これが1日あたり のこれまでのところの日本の最大介入額と、はい、うん、いうことになりますね、はい、で今回介入するとしたらこの逆で円安を阻止するための介入なので、ドルを売って円を買う介入になるわけですが、これはもう24年前とかになるんですね。そうなんですね、はい、こっちの方の最後の円安都市介入っていうのは1998年の6月17日で、ですから今おっしゃっていただいたみたいに24年前ということですから、はい、今回ねまさにこの円安都市介入をやるかやらないかってことになってるわけですから、うん、やったとなれば、まあ、24年ぶりのドル売り円買い介入、はい、ちなみにこの円安阻止介入のこれまでの最後の介入、1998年6月17日の介入っていうのは、はい、日米の最後の協調介入でもあるんですよ。あ、そうですか、はい、うん、G7 っていう枠組みでいうと、うん、2000年の9月にはユーロ防衛のユーロ安阻止の協調介入ってやってますし、はい、うん、で2001年にはセプテンバー11があるじゃないですか。ありました、はい、でそれでドル一瞬ね暴落するもんですから、うん、それを防衛するために G7 協調介入ってあるんですけれども、はい、日米の協調介入っていうとまさにこの1998年の6月17日がタイムでありまして、はい、でこの時だってこの頃までは1998年の6月頃までってアメリカは景気回復が続いてるんですね、はい、ちなみに8月9月になってくると景気の状況は怪しくなってきて、LTCA のショックとか、うん、そんな感じになってくるから景気が急悪化して FRB も緊急利下げに動くんですけれども、はい、この6月の頃までっていうのは金融引き締め局面にあるんですね、うん、はい、ですから金融引き締めだとどうしてもそれと逆行するドル売り円買いの協調介入にはその参加しないというところでずっと日本は単独介入を1997年の11月からこう、はい、半年以上も、ね、続けてくるんですけれども、はい、うん、実現した1998年の6月に日米協調介入を実現した時には、はい、だから極めてもサプライズ受け止められて、これよくアメリカが金融政策と逆方向の介入応じてくれましたね、この時細かいこと僕も忘れましたけれども、当時ってクリントン政権のこう終盤で、はい、クリントン国内ではいろんな不祥事まみれになっちゃってこうガタガタになってるんですけども、うん、はい、その突破口の関係があったのか
訪中を訪中、はい、中国訪問をこう、はい、検討するんですね、うん、でその関係で日本の支援が必要っていう、僕もそこのツイートが今うまく合わせられないですけれども、うん、だから政治的なバーター取引で、訪中をね、成功させるために日本の支援を得られるように盗聴会議に応じたっていうふうに当時は感じられますね、うんうん、でも面白いのは結局日米協調会議ってよく今でも会議やっても協調会議やらないとダメだねみたいなこと言われるじゃないですか、はい、ある意味最後の切り札みたいに言われるんですけども、この局面では1998年6月に協調会議がサプライズで実現しても、うん、円安は止まんないんですよ止まんないんですか、はい、で止まんないとその後は7月8月ってまるで晩酌尽きたみたいに何もやらないんですよ。ああなるほど、円買い介入やらないんですよ、うん、ところが8月になると自然に147円でそのドル高円安が止まるとですね、うん、その後、まあ8月に一応ルーブルショックとかそういうのがあって、はい、急に今度、はい、ドルがドーンと下がるわけですよ。そうすると結果的に、うん、147円がドル高円安のピークだったねってなるんですね。なるほど、人為的じゃなくてそんな風になるのはやっぱり相場らしいところだなって感じもしますよね。うん、でまあ、今回やるとしても円安阻止のための、まあ、ドル売り円買い介入になるわけですが、これまでの最高記録1日で2兆6千やったことがあるってことですか。はい、今お話した、うん、1998年で4月に当時は財務官榊原英介さん、ミスター円財務官だったんですけれども、1日で2兆6千億円なんですね、うん、でこの当時って1997年の11月からさっきお話した98年の6月までドル売り円買い介入を断続的にやるんですけども、はい、合計で4兆円ぐらい、うん、だからそのうちの半分ぐらいをたった1日でやったんですね、はい、でこの4兆円っていうのは、うん、実は当時の外貨準備の約1割1割、はい、でどうやらやっぱり外貨準備ってさっきも渡辺さんご説明してた、はい、ましたけれども、全部使えるもんではないので、まあそうですね、はい、だからせいぜいやっぱり1割ぐらいしか使えないっていうのが、うん、安都市の、に導入できる外貨の売却額です。そうですか、はい、そうなってくると今さっきおっしゃったみたいに1兆何千億ドルあるから、うん、はい、まあ、せいぜい使えるのは1000億ドル、まあ、1000億ドルでもすごいですけど、1000億ドル14兆円ぐらいですか、ざっくり。そうですね、はい、それで果たしてね、円安の動きを少しなんかなだめることができるのかどうかというところが焦点になってくるんですね。わかりました、吉田さん大変参考になりました、ありがとうございました。はい、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。マネックス証券吉田久志さんにお話を伺いました。